はい、こんにちは。箕面の小さな宝石屋、越野康明です。今日もですね、お客様からご相談、ご依頼いただきましたジュエリーリフォームの事例のご紹介をさせていただきたいなと思います。今日はですね、東京の方からですね、LINE を使ってご相談、ご依頼いただいた事例になりますので、一緒に見ていきたいと思います。はい、こちらですね、縦爪の指輪、もうご存知ですね。はい、もうリフォームではもう本当この縦爪の指輪をのご相談をいただくことが非常に多くなっています、はい、ね、聞くとこれはおばあさんから譲り受けたものらしくて、まあ自分好みのデザインにリフォームすることができればなっていうことでした、ね、指輪にリフォームあるんですけど、こういうふうにペンダントにリフォームしたいという方も多くおられます。でですね、事前にですね、うちのホームページの方の、まあ、リフォーム事例だったりデザイン集をですねご覧いただきまして、まあ、こんな風にできたらいいなっていうね、デザインを数点ピックアップいただきまして、まあ、それに対して LINE でお見積もりをさせていただいてお選びいただくっていう流れになりました。最初にですね、まあ、ちょっと候補として選んでいただいた感じがこういった感じ、こういった風にデザイン集っていうところで掲載されてますので、これをまあお聞かせいただきまして、それぞれまあ LINE で見積もりをさせてもらってお選びいただいたということですね、はい、で最終的にお選びいただいたのがこちらのデザインになります。どうぞ、ね、すごい小ぶりですけども、すごいシンプルで普段使いしやすいデザインなのかなと思います、はい、でですね、ポイントとしては、まあ、今回ですね、リフォームご依頼いただく中で、まあ、チェーンもこちらのおすすめのチェーンをご用意させてもらうケースもあれば、お客様がお持ちになられているチェーンをそのまま使うということもございます。でただ注意が必要なのが、どうしてもデザイン、ダイヤのデザインのトップによってはですね、チェーンがご自身で通し替えができないようなものもあるんですね、まあ、そういったものであれば一度プレートをチェーンから外して通して再度プレートをつけるっていうような作業が必要になって、なかなかちょっとお客様の方でその作業をすることは難しいので、まあ、ご自身のチェーンを使いたい、もしくはいろいろ使い回しをしたいということであれば、チェーンを通す穴、バチカンが広いようなデザインをですね、お選びいただくことをお勧めしています。今回はまあそういったこともあって、お客様ご自身が通し替えできるようなデザインからお選びをいただきました。はい、でですね、配送でお届けさせてもらった後に、高齢のお客様の声という形でアンケートをいただきましたのでご紹介しておきます、はい、なぜジュエリーリフォームの相談をしようと思いましたか、祖母から縦爪の指を譲ってもらったがネックレスにして自分の好みにしたかったから、はい、ありがとうございます、ね、指輪にされたい方もおられますし、今ネックレスにしたい方っていうのもおられるんで、その辺はご希望を伝えていただければいろんなご提案ができるかと思います、はい、どこで当店を知りましたか、ホームページ、検索ワードがアクセサリーリフォーム安いっていう感じですね、まあ、ここ安いっていうところでなぜかうちのページが上がってきたんだと思うんですけど、まあ、またね、何か別の機会があればお話ししたいんですけども、まあ、決してね、うちの方のお店は安いとは言い切れないんですけども、まあ、こういうふうに小さいお店で、まあ、家族経営をしてて固定経費が非常に少ないということもありまして、まあ、結果的にお客さんにリーズナブルなお値段でお届けできているのかなと思います、はい、じゃあ3つ目ですね、ジュエリーリフォームを行う店の中で何が決め手となって当店に依頼をしましたか、複数見積もりしてもらってたのですが、とても親身になって対応してくださってこちらにお願いしたいと思いました。お値段も安く、デザインも可愛いものがあり、選ぶのも楽しかったです。はい、ありがとうございます。これはね、本当ね、よくね、お聞きする言葉で、まあ事例集も1700件以上になりましたし、デザイン集というのもすごい豊富に揃えてますので、まあ、ホームページ見るだけでも十分楽しんでいただけるのかなと思います。はい、実際の出来上がりを見ていかがだったんですか？どんな時に身につけたいと思いますか？とても綺麗に梱包してくださりました。出来上がりも写真と全く変わらないデザインでとても満足しています。普段使いできるデザインなのでたくさん身につけたいと思います。はい、
そうですね、まあ、どうしてもご遠方からのご依頼になると配送でお届けすることになるんで、まあ、本当に、ね、綺麗にというか、まあ、慎重に丁寧に、物を傷つけないように梱包してお送りすることを心がけています。まあ、そういったことがですね、こうアンケートという形で評価されてすごく嬉しく思います。はい、最後にご意見ご感想があればお聞かせください。この度は本当にありがとうございました。顔を合わせない中での依頼、初めは不安の気持ちもありましたが、 LINE での丁寧なやり取り、とても安心しました。こちらにお願いすることができて本当に良かったです。はい、ありがとうございます。本当ね、この辺は私も認識していまして、まあ、どうしてもご遠方から、ね、LINE にやり取りとなると不安な面も多々あると思うんで、少しずつやり取りを重ねる中で信頼を築いていって、この人なら任せれるなって思っていただいて、お任せいただけるように努力をしています。はい、以上な感じですね。はい、ね、本当に再三になりますけども、まあ、安心してご依頼いただけるようにですね、丁寧迅速っていうのを心がけて対応させてもらっています。決してね、LINE は無料で相談乗らせてもらってますので、皆様遠慮なく何か聞きたいこととかあればですね、LINE の方登録いただいてメッセージをいただければ、ご対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、今日の事例の紹介は、以上になります。いかがだったでしょうか。まだですね、コツコツとこうやってお客様の事例をですねご紹介いただくとともにですね、まあ、こんな人がやってるんだっていうことをですね伝えていけたらなと思いますので、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。じゃあ本日も最後までありがとうございました。失礼します。バイバイ。